はい、こんにちは。とっさんの館へようこそ。はい、ということで今回は前回開幕スタメン予想した阪神タイガースに続き、今回は広島カープの開幕スタメンを予想していきたいと思います。ポスト西川はこの選手というところも挙げていきたいなと思いますので、皆さん、俺はこの選手がポスト西川だという人は、ぜひコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それでは行きましょう。まず、2023年開幕スタメンがこのようなオーダーになっています。1番ショート小園選手、2番ライト野間選手、3番センター秋山選手、4番ファーストマクブルーム選手、5番レフト西川選手、6番サードデビッドソン選手、7番キャッチャー坂倉選手、8番セカンド菊池選手、9番ピッチャー大瀬良投手というスタメンとなっていました。まあ、ここからマクブルーム西川選手デビッドソン選手が退団してしまっています。そしてここから最終戦のオーダーを見ていきましょう。最終戦のスタメンが CS ですけど、このような感じになっています。1番セカンド菊池選手、2番ライト野間選手、3番ショート小園選手、4番ファースト堂林選手、5番レフト西川選手、6番サード上本選手、7番センター秋山選手、8番キャッチャー坂倉選手で、そしてピッチャーが床田選手となっています。まあ、打順は大きく変わっていますけど、まあ、メンバー的に変わったのはファーストの堂林選手とサードの上本選手、この2人が変わっただけで、他は打順は変わっていますが、出ているメンバーは変わっていません。いや、ここから2024年の1軍メンバーやスタメンを予想していきたいと思います。まずキャッチャー内野手予想が、まずキャッチャーからですね。23年は坂倉選手と相澤選手が主に出場しています。そして第3捕手兼代打の磯村選手の3人。まあ、基本的にはこの3人が今年も行くはずだと思います。他にも22年に1軍経験をしている大卒3年目の石原選手、春季キャンプで初の1軍キャンプを過ごしている高卒3年目の高木選手、可能性があるならこの2人かなと思います。高木選手に関しては新井監督も非常に評価をしているとのことなので、まあ、もしかしたらチャンスはあるかもしれません。そして去年不振だった相澤選手が今年もまた不振が続くとなると、さっき挙げた石原選手、高木選手にもチャンスはあるかなと思います。まずキャッチャーは坂倉選手、相澤選手、磯村選手と予想をしています。そして内野手は、まず23年は日替わりでのメンバーが多かったです。マクブルーム選手、デビッドソン選手が退団し、シャイナー選手とレイノルズ選手が加入しました。シャイナー選手はファースト、レイノルズ選手はサードかなと。まあ、レイノルズ選手はセカンドもショートもできるので、まあ、もしバッティングの方で成績を残せたらかなり万能な選手になるのではないかなと思います。おそらくこの2人は成績関係なく最初の1ヶ月ぐらいは優先的に起用するのかなと思います。そこで不調の場合は松山選手、堂林選手、林選手、上本選手、田中選手で争う形になるのではないかと思います。二遊間は菊池選手、小園選手のコンビで決まりだと思います。まあ、菊池選手の休養だったり小園選手が不調の場合には、韮澤選手、初木選手、矢野選手で争う形になるはずです。そこでバックアッパーに松山選手、上本選手、田中選手、堂林選手、初木選手、矢野選手という風になっています。人数多くないかと思うかもしれないんですけど、上本選手や堂林選手、あと初木選手ですね、まあ、この3人は外野もできるので、まあ、外野も守れるということから、まあ、内野手の方が人数多くなってしまったなという風です。そしてメンバーはファーストにシャイナー選手、セカンドに菊池選手、サードにレイノルズ選手、ショートに小園選手と予想しました。そして外野手です。23年は秋山選手、野間選手、西川選手が主に出場しました。そして西川選手がオリックス FA 移籍をしてしまいました。まあ、23年は終盤から末金選手が台頭しています。他には大森選手だったり中村隆弘選手、中村翔成選手も出場しています。そして首脳陣
他球団から絶賛の田村選手がポスト西川選手になりそうな雰囲気を出しています。まあ、出場数は少ないながらも打率は3割6分4厘と大気の片鱗を見せています。まあ、もし堂林選手が打撃好調なら外野での出場もあると思います。そして4番候補の末金選手が左膝内側半月板損傷ということで離脱してしまい、復帰時期が未定なので4番候補の離脱は非常に痛いところです。そしてメンバーとしては、まあ、秋山選手、野間選手は確定だなと思います。そして残り一枠に田村選手を抜擢したいです。おそらく今年フルに一軍で出ることになると思うんですけど、いきなり2桁ホームランを打ってもおかしくないなと思っています。そしてバックアップに大森選手としました。スタメン予想的にはレフトに田村選手、センターに秋山選手、ライト野間選手という予想にしました。そして開幕ローテ予想に行きましょう。23年は大瀬良選手、23年は大瀬良投手、床田投手、森下投手、九里投手が軸となってローテーションを回していました。他には遠藤選手、森投手、他には遠藤投手、森投手、玉村投手、野村投手などが先発しています。まあ、今年は23年ドラフトナンバーワン投手の常広投手が学業のためキャンプ合流が遅れているので、そのため開幕ローテは厳しいと思うんですけど、4月後半から5月初めには入りそうだと思います。そして高評価の2年目の将来のエース候補斉藤投手も結果を出せれば可能性はあると思います。そしてとっさん個人的には、実は社会人時代から推している増田投手に頑張ってほしいです。そしてさっき言いました常広投手はシーズン開幕後1ヶ月後に入ってくると予想しています。そこで、開幕投手は、去年2桁勝利を挙げた床田投手を予想します。開幕ローテは床田投手、森投手、大瀬良投手、森下投手、遠藤投手、九里投手の順番で予想しました。では行きましょう。2024年開幕スタメン予想はこちらの打順です。1番セカンド菊池選手、2番ライト野間選手、3番ショート小園選手、4番サードレイノルズ選手、5番キャッチャー坂倉選手、6番ファーストシャイナー選手、7番センター秋山選手、8番レフト田村選手、9番ピッチャー床田投手と予想しました。まあ、まず4番候補の末金選手の離脱がかなりオーダーに迷いを生じてしまいました。まず1番菊池選手、2番野間選手のコンビは、まあ、長打もありますし球数も投げさせるこのコンビが一番ピッチャーからしたら嫌だなということでこのコンビを組みました。そして3番はさらなる飛躍に期待の小園選手、末金選手がいれば1番で起用したかったです。まあ、積極的に打てるバッターでもありますし長打もあるというバッターなので、まあ、用意どんでこの小園選手がいたらピッチャーも嫌だなと思っていたんですが、末金選手の離脱によって3番にしました。4番に新外国人レイノルズ選手、フォームに癖がないので率は残せそうかなと思います。そして5番に去年は得点圏はあまり打てなかったんですけど、もともと勝負強い坂倉選手を5番に置きました。6番に新外国人シャイナー選手、まあ、バットが遠回りするスイングなので日本の投手に対応できるかが鍵となります。対応できない場合には去年4番も務めました堂林選手が第一候補としました。そして7番に秋山選手、この打順に秋山選手がいるとかなり強くなるのではないかと思い7番に置きました。そして8番に期待のポスト西川選手の田村選手を抜擢しました。まあ、もし開幕から結果を出し続けるようなら1番か3番に置きたいなと思っています。はい、それでは今回は広島カープの開幕スタメン予想をしていきました。もし皆さんもポスト西川はこの選手という方がいればコメント欄に書いていただけると嬉しいです。それでは今回も見ていただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイ、セキュー。